ちょっとあんた、そんなとこで何してんのよ。って、そんなにビビんなくったっていいじゃない。同じアパートの奴が、ポスト前であわあわしてたら、誰だって声かけたくなるに決まってるでしょ。もしかしたら、人の郵便物盗むヤバい奴かもしれないし。あんたが越してきてから、まだ1ヶ月ちょいなんだから。本当は猫被ってるだけで、ヤバい奴って可能性は十分にあるんだから。で、物色してないならなんだってのよ。見られたのが私だったからいいけど、近所の人とかだったら間違いなく通報されてたわよ。何よこれ。これ、あんたの部屋のポストよね。すんごいゴミの量。何？誰かに恨まれるようなことでもした？まあいいわ。こんなとこで話してても埒は明かないし。あんたの部屋、行きましょう。相談に乗るってことよ。いちいち言わせんの。ここで話してたら誰かに見られるし、迷惑になるでしょ。ほら、早く。で、あれどういうこと？え？初めてじゃないの？最近毎日って、なんで相談しないのよ。いやまあ、確かに、私たち大した関わりはないけど、心配になるでしょ？お隣さんのあんたが、こんなことになってたら。正直警察に行っても微妙よね。事件性そんなないとか。これを女がやられてたら、巡回強化しますとか言うんだろうけど、男だとどうしてもね。そりゃ怖いわよね。当たり前よ。別に情けないなんて思ってないし。こんなことがあったなら、当たり前だと思うし。他には何かあったりしないの？なるほどね。深夜にドアを叩く音が聞こえると。何それ怖。完全にホラーじゃないの。絶対ゴミと同一人物よ、それ。わかった。あんた明日休みでしょ？私もちょうど、明日は定休日だし、朝まで一緒にいてあげるわよ。そんでドア叩くやつがいたら、私がとっちめてあげる。っていうか、もしもあんたに死なれたりしたら、私が嫌なのよ。勘違いしないで。隣の部屋が事故物件になるのが嫌なだけ。調子乗んな。朝まで私が見張ってるから、あんたは寝てていいわよ。その様子だと、最近眠れてないんでしょ。何を、どっちにしろ無理って。もしかして、私に緊張してんの？バカじゃない？何も間違いなんか起きないし。もしかして、期待してるわけ？そういうつもりじゃないから。こっちみんなバカ。わかったわよ。緊張してるなら、これ、してあげるわよ。何ってその、耳かきよ。耳かき。こういうの、リラックスできるって言うし。ちょうど今日帰りに買ってきたのよ。自分用だったけど。
うん、そうよ。これ、耳かけ棒なの。変わってるわよね。って、そうじゃなくて、するの？しないの？あの女にはしてもらったくせに。え？ああ、なんでもないわ。ああ、もう、迷ってるくらいなら来る。ほら。ちょ、太もも触らないでよ。あんた、絶対領域フェチかなんか。変なとこ触るのは禁止。わかった？目的はあんたの緊張をほぐすことなんだから。始めるわよ。ああ、今日時間なくて、家でメイド服着て、そのまま出勤したのよ。大変だったんだから。この格好で自転車漕いでたから、目立つ目立つ。正直ギャグみたいな風景だったわね。誰かに撮られて、SNS にアップとかされてないことは祈るわよ。何？意外だった？私がこんなに優しくて。嫌われてると思ってたの。まあ、確かに、あんたが挨拶に来た時から私、正直かなりきつい当たり方してたもんね。そりゃ最初は警戒してたわよ。ただあんた、私がどんだけ塩対応しても、すれ違うと元気に挨拶してくれてたでしょ。まあ、だから、悪い人じゃないかなって。なのは悪いと思ってるのよ。ただこっちが素の私で、むしろメイド喫茶だとめっちゃキャラ作って猫かぶってるから、オフの時まで気を使う余裕が正直ないのよ。だからプライベートで友達とかいないし、むしろ嫌われやすいし、だからこんな私に挨拶してくれてたのはあんただけだったの。私としては、自分を取り繕ってまで誰かと関わりたいなんて思ってないから、全然嫌われるのはいいんだけどね。正直、すごい楽なのよ。あんたと話すの。こうやって本当の自分でいられて、それで雑談できるの。家族以外じゃ初めてだったから。
だからそのき嫌ってなんかないんだから。それで本題よ、本題。本当に心当たりないわけ？恨まれたりなんだりって、そういうのは。1週間くらい前からよね。ちょうどあんたが越してから1ヶ月ジャストくらいってことでしょ。そんな短期間でこんなのめっちゃついてないわね。じゃあ1週間前、なんか変わった出来事とかなかったの？何言いよどんでんのよ。誰にも言わないから言ってみなさいって。あの部屋の子が来たんだ。で？そんなこと言ってたの？何その女、ちょっとヤバいんじゃないの？だってそうでしょ？あんたと一緒にいるためにアパート丸ごと買い取ろうとするとか、頭おかしいとしか思わないわよ。けど、なるほどね。それで返事せずに帰ってもらったわけね。その子、全然外出ないって言ってたわよね。ちょっと考えるわね。一瞬だけメイド探偵になるわ。
そういうことよな。なんとなく見当ついたかもしれないわ。あ、それとほら、反対向いて。何よ、こっちはもういいでしょ。十分綺麗になったわよ。文句ある？じゃ、こっちも綺麗にするからね。正直もう無理だと思うけど、緊張ほぐしなさいよ。それでちょっと考えたんだけど、多分その嫌がらせ、その子がやってるんじゃないかしら。そうね。びっくりするわよね。けどね、あの子見、ちゃんと見た。インスタント食品のゴミとか、すごく多かったでしょ？さすがに向こうもバカじゃないから、女物のゴミは突っ込んでなかったけど、食べ物の方に生活習慣が現れてるなって、そう思ったの。インスタント食品だったら、外に出なくてもネットで頼めるでしょ？毎晩ドアを叩いてるのも、きっとそう。あんたあれ以降で、そのことをゲームしたの。怖くてしてないわよね。そりゃそうよね。当たり前だと思うわ。だからあの女は、あんたに圧をかけてんのよ。いつもこの時間遊んでただろうって。期待通りの返事はまだかーって。そうよね、わかる。けどね、配信者なんてして引きこもって、挙句の果てにあんたにいろいろ言ったり、そんな人間に常識があるわけないじゃない。それに私の考え、説得力があったと思わない？みんなみんな猫をかぶって生きてるの。私みたいにそれをするくらいなら、プライベートの人間関係なんてどうでもいいって、そう思ってる人間の方が稀なんだから。その子もきっと猫かぶってた。みんなそうに決まってる。
私は本当の自分をあんたに見せてる。わかるでしょ？皮肉だけど、きつく当たってたってのが何よりの証拠じゃない？どうせ大して恋愛してこなかったからわかんないと思うけど、女ってそういう猫かぶりばっかなんだから。けど私は違う。それはあんたが一番理解してるはずだから、ほら、私の言葉を受け入れて。たまにはこうやって甘やかしてあげないと。まだ心の整理がつかないのは仕方ないわ。私もこれ以上はあの女の子とは話さない。私がそばにいてあげる。だからリラックスしていいの。感じに緊張ほぐれてきたじゃない。大丈夫、大丈夫だから。あんたは私だけ信じてればいいの。わかった？他は全部嘘。嘘。あんたが安心できる場所。本当の自分をさらけ出して。私もさらけ出して。そうあり続けられるのは私のところだけ。
だいぶ落ち着いた？ならよかった。ほら、このまま寝ちゃいなさい。膝、貸しといてあげるから。お互いをさらけ出し合ってる。私とあんたの仲でしょ。気遣いはいらないんだから。ほら、最近眠れてないんでしょ。いいから。ね。こんなにうまくいくとは思わなかったけどね。ううん、こっちの話。大丈夫、私にはわかるの。今日扉を叩く音はしないって。おやすみ。私がずっと守ってあげるんだから。